はい、どうもこんにちは、クレイです。プロスピエース2017シリーズやっていきましょう。はい、ということで、まずですね、お知らせの方、まあ生放送の方でね、見てたんですけれども、動画の方ではねやってないので、こちらで確認していきたいと思います。まず、アップデート情報の方は、以前ね出してる動画で説明してるので、割愛いたします。まずスカウトですね、九州の到来プレゼントスカウト開催中ということで、毎日単発が無料に、プレゼントされますということになりましたと。で、初回のみ S ランク選手確定ということで、こちらですね、皆さん引くと当然引くと思うんですけれども、僕は、先に生放送の方でね、まあ、演出見るのも、ついでで1回すでに引いているの で、その動画はアーカイブの方がね、まあ、もしかしたらこの動画よりも前に上がってるかもしれないし、これより後に上がるかもしれないですけれども、アーカイブ部分が、動画になりますので、そちらをね楽しみにしていただければなと思います。はい、ということで、まあ、こちらはね、絶対に引くべきだと思います。で、あーカットしちゃった。で、お知らせですね、もう一回見ましょう。はい、次、グランドオープン記念福袋が開催中ということで、10年福袋お一人様4回限りの、福袋が来ましたというところで、今回はねその10連 S 格っていうのがなかったので、その代わり、無料スカウトが来た分、40連という形の福袋に変わったみたいです。多分これ今回だけで、普段は40連ではなく30連で確定になると思うんですけれども、うん、まあ、今回は40連でしたというところでしたね。で、 S ランク確率が2倍で、2回目と4回目に S ランク確定です。で、2回目は S ランク1人確定で、4回目が自チーム選手が1人確定というところになりましたという感じです。で、4連福袋ですね、こちらが、いつも通り A ランク以上の自チーム選手1人確定のガチャが来ましたと。で、こちらも、まあ、今 A ランクの選手がかなり少ないので、まだ出てる部分がなので、ちょっとこれも、うん、ピンポイントで狙って福袋チャレンジするのもありかなと思っております。で、イベントですね、スターロードが来ましたと。はい、累計報酬に S ランク契約書がありますと。まあ、これはまた別でやっていきたいと思います。まあ、生放送かな。です。で、シリーズ1、スピリッツは最大2500でしたね。はい、ということで、まあ、一応予想は当たった形になりましたと。で、先発は、先発じゃない、追加ポジションですね。最初の2017シリーズ、最初のポジションは、先発、中継ぎ、ショート、ライトと。いうラインナップでございました。ちょっと一回ね選手名鑑の方見ていきたいと思います。はい、まあ全然ねまだ埋まってないんですが、 S ランクだけでとりあえず見ていきますか。はい、球団順に見ていきましょう。2チャンからいこうかな。はい、中島拓也、あ、これ右でいけなくなってるのか。谷本、近藤、有原という感じですね、2チャンは。で、次ソフトバンク、和田、これが非常に強い、うん、今狙ってる選手の一人です。で、今宮、で、森、上林というラインナップですね。で、特筆すべき点はショート A がついたと。今宮多分ついてなかったと思うんですよね、ついてなかったと思うんですが、今宮にショート A がつきましたと。で、森、うん、いいでしょう。まあ、ソフトバンク純正をメインヤカーを目指すっていう話を散々してきてるんですけれども、まあ、その点でちょっとソフトバンクはね欲しいところですね。はい、で、涌井強いな。清田、松永、中村翔吾というラインナップでございました。涌井欲しいな、ロッテでいくと、うん、っていうところです。はい、次西武見ていきましょう。先発枠で、先発枠じゃない、これ中継ぎ枠か、中継ぎ枠で小石、金子裕二、高橋光南で、クレという感じになりましたと。なるほど。で、次楽天いきましょう。岸強いな。9位スタミナ同値か、うわこれ欲しいな、ちょっと岸欲しくなってきたな。まあでも則本もいるしな。ストレート A、 カーブ、うわー欲しい、岸、いや岸欲しい、まあいいでしょう。はい、次金戸、はい、こんな感じです。で、岡島、モギというラインナップでございました。次行きましょう。オリックス、はい、西ですね、はい、強い。で、足立、はい、海田、吉田というラインナップでございます。吉田がアーティストになりましたね。いやこれは熱い、やっぱり能力高くなりましたね。はい、超アーティスト持ちです。はい、で、次行きましょう。広島、野村、9位制球スタミナ、なるほど、9位制球スタミナ、なんだ何を言ってんだ。はい、野村制球型、制球 A つきましたね。いや強い、ただな制球型ちょっと微妙なんだよな。はい、行きましょう。で、鈴木誠也、これが非常に欲しい、ミート型82、78、74、
というラインナップですね。いやー強い、聖夜強い、聖夜が今欲しいかなりで、田中、うん、なるほど、で、ヘーゲンスっていうラインナップですね。はい、次行きましょう。巨人、巨人はなんといってもここ坂本ですね。坂本に守備 A がつきましたと。でミート型84、76、76という形になりました。でポジションちょっと待ってください、1回飛ばしちゃったんですけど、ポジションファーストとセカンド、サードはできなかったかな、ファーストとかに他にもサブポジ適性があったんですけど、それが消えましたね。はい、で超アベレージヒッター持ち、これは欲しい。で山口哲也、長野でマイコラスですね。はい、こんな感じです。次 DeNA、梶谷、須田、伊能、倉本っていうラインナップでしたね。まあ相変わらず横浜の弾道査定は渋いなというところではございました。はい、次行きましょう。阪神、福留、わー福留熱いな、ミート型、はい、 A つきましたね。ミート A 多分ついてなかったと思うんだよな。はい、です。次高橋で藤波、藤波は確か中継ぎ適性がなくなってましたね、うん、っていう感じです。はい、で北条、はい、北条地味にミートと総力同値ですね。はい、行きましょう。次ヤクルト、雄平、ミートと総力同値のアーティスト、わーこれも強いな。はい、で松岡、9位型、大引き、山中いうラインナップです。はい、次最後ですね、中日、平田、パワー総力同値は変わらずですね。はい、で吉見、どの上、祖父江というラインナップでした。どの上全部、あ全部じゃないか、総力が69で一番高いとかっていう感じでしたね。で A ランクなんですけど、まあ、ちょっと欲しいところで言うと筒子が最初から来てて、ここピンポイントで狙いたいなっていうところはあります。あとまあ石田、あ石田じゃない、田中、田中健次郎はもう2300の方なんですけども S 持ってるので、まあ、この2選手を狙って4連福袋をしちゃうのもありかなと思っております。あと他の球団でいうとあるかな、あ大谷か、この大谷がね、まあ、S 出た時非常に強いと思うんですよね。9位スタミナが同値で、で能力もこんな感じと、うーん強そう、はいっていうところぐらいかな。あとは、あまあ大野か、大野も欲しいな。ちょっと今回その A ランクが絞れるので、まあ極みにするいいチャンスではあるんですよね、持ってる選手を、うん、角中もいるっていう感じですね。ちょっと乗本、あ乗本でももういらないか、セーブ、うんっていう感じですね。持ってる選手、あ金子千尋も持ってるなぐらいかな。巨人は、あ菅野ね、阪神、うんうんうん、あ梅野アーティスト継続かな、あ継続ですね。あとは気になる選手で言うと、まあそんなところかな。あ岡田出ましたね。なんで侍ジャパンの S 岡田とか持ってる人はこれ狙うのもありかな。あ大野欲しいな、大野欲しい、大野の A 欲しさある。あーちょっと欲しすぎて、やっぱ A ランク取っとけばよかったかな。うーんまあいいでしょう。はい次、ちょっと他で見たいところがありまして、C ランクの柳田、はいこちらがねなんと同値が外れておりましたと。56-56であってもミートパワーがね今まで同値だったんですけれども、そこが外れましたね。はいであと次がヤクルト山田哲人、こちらも同値が外れましたね。はいミートパワーの同値が崩れました。なのでちょっとまあこれらの S が出てもスピリッツは高いんですが、ちょっとコンボ的に前のを使った方が良さそうなので、まあとりあえず今回は、まあ、ラインナップに入ってないので全然気にしてないんですけども、まあ、ちょっといろいろ今後考えていかないとなっていうところですね。まあ正直そのなんだ今出てる称号チャレンジっていう、まあ、称号機能に関してのその価値をね上げるっていう点でそういう形になったと思うので、まあ、それ自体はねしょうがないことだと思うんですが、
うん、まあちょっと残念でしたね。はい、ということでちょっと前置きがかなり長くなりましたが、グランドオープン記念10連福袋の方をね、一気に40連いきたいと思います。で、今回はもう坂本選手1点狙いで、 S ランク実チーム選手部分は、巨人でいきたいと思います。はい、で、契約書の方にね、実チーム S ランク契約書を何枚か取ってあるので、そちらをソフトバンクで狙っていこうかなと思っております。それではいきましょう。さあ、まあその確定部分、あ、ちょっと待って、まず最初に演出をね、しっかり見ていきましょう。まあ、1回無料分でちょっとは見てるんですが、10連の方で見るのは初めてなので、どういうのが確定演出になるかもわからない。いきましょう。はい、ボールを投げて、お、雷落ちた。ほう、お、これはどうなんだ、ちょっと全然わからないんでほう、どうだったんだろうな、この演出は。これでランクがいちいち出ていくと、お、 S 来た、確定部分以外、よっしゃ、金と、ほうほうほう、まあいいでしょう。さっきの確定演出だったのかなってなったら、多分最後にもう1枚出るわ。6 7 8、 B の時は何も出ないんだね。 9 A、 おー、則本いいっすね。称号チャレンジまたしましょう。で、ラストかな、これが S 来い、あ、うん、違う、 A か。お、金子千尋、やった、これも幻突できる。あ、なるほどね、今のはやっぱ確定演出じゃないのかな、ちょっとわからない全然演出がわからないけど、まあいいでしょう。 S ランク出ましたね、初っ端から。よしよしよし、 A ランクも2枚出てかなりいい選手が引けたので、 OK、 よかったと思います。 B ランクがかっこいいな、なんか、うん、という感じですね。はい、次行きましょう。20連目、ここも S 確定ですね。さあ行きましょう。自チーム以外で言えば鈴木誠也あたりを引きたい。行きましょう、タップスクリーン。さあ、雷の演出はなし、ボールも微妙。ん、あ、でもそうか、20連目は別に S 確定なのか。3 4 5、全部ニューがつくからいいですね。6、お、 A、 OK、 いいでしょう。福山、7かな、8、あれ、数え間違えるかな、9かな、10かもしれない、もしかしたら。ウーネンティン、ウーネンティン、10枚目ウーネンティンでしたね。まあドンマイ、いいでしょう。まあ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 、狙いの選手は引けなかったですが、まあ A ランク来たんでいいかな。 OK、 B ランクかっこいいな、いや本当何度見ても B ランクかっこいい。行きましょう。さあ30連目、ここで、まあここも2倍なんでね、30連目行きましょう。40連で全部 S 出たらかなり神引きですね。さあ行きましょう、タップスクリーン。お、あー微妙か、どうなんだろうね、全然演出が分かんない本当に。はい、 B ランク、お、おー、 S 来た、よっしゃー、マジか、マイコラス、やった、いいっすね、よしよしよし。4、ん、5かな、ちょっと数える、このこれだとちょっと全然数えられない。よし、藤川球児、いいでしょう、 A からの、もう1枚 S 来い、あ、 A か、武田翔太、いいでしょう、 OKOK、 よかったよかった。これどうしよっかな、まあいっか、マイクラス引けましたけど、坂本狙いで巨人でいきましょう。3、40連目連続でマイクラスだったら面白いな。まあいいでしょう、いきましょう。さあラスト40連目ですね。ここで S ランク実チーム選手1人確定、坂本お願いします、坂本来い。よし、いきますよ。さあ来い、ここも確定なんで演出が見たいですね、しっかり。うん、多分この青いボールが来たら S ランクなのかな。で、このバッターの演出も、ちょっとわからない。まあこれから散々ガチャ引けばわかるでしょう。4 5、公式発表とかは多分ないんだろうね。7、これは多分1枚パターンかな。9、ということでラストですね。坂本来い、坂本来い、来い、よっしゃ、来たー、狙い撃ち成功、やったやりましたね、よっしゃー、やったぜ、久々に狙い撃ちできたような気がする。やったー坂本、よっしゃー、これ嬉しい。はい、ということでこれね、しっかり育てて、大台で出ていきたいと思います。継承しましょう。やったー、よっしゃ、これでここですね、ここに坂本が入ります。やったー、今年から坂本隼っていう表示になりましたね。はい、ショートの適性が B から A に変わりましたと。これだけでもだいぶ大きいな。
はい、ということでこちらね揃えていきたいと思います。 OK よし。はい、ということで今回は2017シリーズのね一発目の動画といたしまして、アップデート後のねいろいろな情報を見ていって、あと選手のね一覧を見て、まあ、いろいろ能力に関するお話とか、まあ、ラインナップに関するお話をして、最後にね40連スタートダッシュ福袋の方を40連したという動画でございました。ぜひぜひねあの福袋あと無料スカウトの方のね、ガチャ引いたよって方はコメント欄で何出ましたっていうね報告をいただければなと思います。ぜひぜひねこれからも2017シリーズもプロスピエース一緒に楽しんでいこうっていう方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回のプロスピエースの動画の生放送でお会いいたしましょう。さよなら。